マイクロプラスチックの旅。あなたが海に遊びに行った時にペットボトルを投げ捨てる。川からプラスチックゴミが流れ出る。それらが海へ流れ着く過程で粉々になり、マイクロプラスチックができます。プラスチック製造の工場の汚水にも含まれ、海に捨てられた網などが波の力や太陽からの紫外線で粉々になっても、マイクロプラスチックが、その海の中のマイクロプラスチックを魚が餌と間違えて食べると、魚の体内にマイクロプラスチックがたまります。プランクトンが誤って食べたマイクロプラスチックが、食物連鎖から大きな魚の体内にも間接的にたまってしまいます。マイクロプラスチックにはまだまだわからないことがたくさんあります。マイクロプラスチックが生き物の体内に蓄積された時の影響についてもよくわかっておらず、海の中のプラスチックが分解されて自然に帰るまでの時間についてもよくわかっていません。マイクロプラスチックは地球全体の問題。地球のどこから流れ着いたものなのか特定をすることも難しいです。安全な未来のために私たちができること、なるべくゴミにはせずに使える資源をリサイクルする、環境に優しい製品を選ぶ、使い捨てのプラスチック製品を使わずに何度も使えるバッグやボトルを使う、海のゴミ拾いに参加するなど、まだまだみんなでやれることはたくさんあります。さあ、みんなで私たちの海をきれいにしましょう。